ドルニエドゥー、K ドルニエドゥ K3 ドルニエドゥ K は、クラウディウスドルニエにより設計されドルニエ社で製造されたドイツの民間旅客機、貨物機である。各々異なる設計の試作機がわずか3機製造されただけで、商業的には成功しなかった。最初のドルニエドゥ K は1929年5月7日に初飛行を行った K1 であった。K1 は、 ライセンス生産された出力 510HP のブリストルジュピター6を機種に装着し、後ろがソリのオリン式交着装置と支柱で支えられた高翼単葉形式の機体であった。四角断面の胴体には2名の搭乗員用の閉鎖式コックピットとその背後に貨物または8名の乗客を収容するキャビンがあった。試験飛行の結果、 性能はお粗末なものであることが分かり、機体の再設計がなされた。K1 と同様の主翼と胴体を持ちながらも、膠着装置を改良され、出力 240HP のノームへローヌタイタンを4機、装備するように変更された系通が1929年12月に飛行した。4機のエンジンは、牽引式と推進式に2機を一組にして、胴体横に、支柱で支えられていた。 この機体は出力性能は改善されていたが、K1 からはほとんど進歩していなかった。K3 は設計を根本から見直し、支柱で支えられていた主翼は、型持ち式のより主翼長の長いものとされた。胴体は円形断面へと変更され、さらに2名分の乗客を搭乗させるために延長された。オゾリは車輪と交換され、主車輪はフェアリングで覆われた。 4機のエンジンは、K2 と同様に、タンデム配置であったが、搭載位置がより低く変更されて、エンジン自体も、出力 305HP のワルターキャスターに、換装された。性能は大幅に改善されたが、ほとんど市場の興味を喚起することができずに、それ以上の、機体が製造されることはなかった。飛行中の DUK3 The Illustrated Encyclopedia of Aircraft。 ありがとうございます。